ってるいこチャンネルテレラジオ青春野菜。どうもこんにちは。見ていただいてる方本当にありがとうございます。チャンネル登録者数も徐々にやけど増えていってます。まあまあね、 YouTuber みたいなことで一瞬のことでパッとね、みんなが興味湧いてバーッとね見るようなもんじゃないです。徐々に、だんだん内容に皆さんがハマっていってくれたらなと思っております。ありがとうございます。早速、コメントメッセージいただいております。この方ちょっと長文なんですが、どうもこんにちは。ツイッターでは何度か絡んでいただいてます。サー君と申します。あー、はいはい、サー君言いましても、年は今年43になる普通のおっさんですが、あ、そうなんや。いつも青春野菜見てます。ありがとうございます。自分はもともと福岡出身で、今は仕事の都合で三重に、存在しております。自分が武井先生を知ったきっかけは、先生ってなんやねんそれ。今から28年前に遡ること、当時福岡ではテレビ東京系列のチャンネルが開局されて間もない頃に、あのゲーム番組セイント PC ハイスクールを見ていたことがきっかけです。ああ、セイント PC ハイスクールな。そもそも何気なくチャンネルを変えた時に、クレアの井上優子さんが画面に映った瞬間、なんだこの超可愛い女の子は、それが初めて一目惚れをした瞬間でした。ああ、クレアって3人組のアイドルとね、俺やってましたよ。第二の少女隊とか言われて、うん、井上はあの一番綺麗系やったね。そこからクレアの熱烈なファンになって、セイント PC ハイスクールを見続けたことによって、武井先生の面白さに惹かれていきました。あ、どうもありがとうございます。当時中学3年生だったんで、追っかけできるような年齢でもないし、テレビ番組の週刊スタミナ天国や、懐かしいな、桜っ子クラブなんか福岡ではやってなくて、あ、そうなんや。唯一の情報源は雑誌ボムとか、桃子懐かしいな、アイドル雑誌だけでした。武井先生はクレアの中で吉田亜紀ちゃんが気に入ってたでしょう。当時見ててそう感じました。好きでした。あの子ね、なんかサバサバして、なんか、うん、好きというかね、なんか一番気が合ったような気がします。未だに、クレアのファンです。車の BGM はクレアの何度乗り越えても、録音し直しますと。やがてセイント PC ハイスクールが終わり、クレアを始めた武井先生もテレビで見る機会がなくなったある日、夢がもりもりのキックベースボールで審判をしている人を目にした時、ん？見たことある顔や、ん？あ、武井先生って、この時かなりテンションが上がったのを覚えてます。あ、なるほど。それから自分は社会人へと年を重ねるうちに、ふと武井先生を検索してみました。そしたら武井先生が女装して、男の子クラブという店のママさんやったんじゃないですかって。あのね、女装して俺ママさんじゃないで。俺は経営者で。でもあの、プロモーションビデオとかで作った時は俺も女装して、それを見たんちゃうかな。今でも検索したら出てくると思うよ。やっぱりセイント PC ハイスクールの振り付け担当のハッピー山川さんとまんざらでもなかったんかなと思います。あー、山川さんな、懐かしい。武井先生のネタを YouTube で見てました。それから湾岸ベースも最近出てないですね。あ、湾岸ベースってネット番組、あの最近までちょっと出てたんですけどね。武井先生のネタでは葬式のネタが好きです。ちょっと話長くなりますが、青春ベジタブル聞ける地域に住んでいませんでしたが、来年集まるなら自分も参加してみたいですと。ぜひ参加してください。やがてセイント PC ハイスクールは終わり、クレアのはじめ武井先生もテレビで見る機会がなくなったある日、やがし、まあまあね、夢がもりもりのキックベースで審判をやっている人を目にしてとね、いうことでございます。ぜひ参加してください。うん、ね、青春ベジタブルのイベント、来年3月26日に、京都の丸太町橋の下で、やりますんで、ぜひ、サー君かな、来てください。ね、ちょこちょこツイッターとかでコメントもらったりとかね、直接ダイレクトで DM とかもらったりして、俺のね宣伝隊長みたいになってくれると言っておりますんで、ぜひあの登録者数をどんどん増やして、目標3260人やからね、
まだまだほど遠いからね。よろしくお願いいたします。さあ、この番組ね、始まってもう28回、毎日28日目ということでね、たまにね、メッセージとか、どんなとこで撮ってんねんとかいうのって、どんなとこで、自宅やかな。まあね、これどういう風な状態で撮ってるんかっていうのね、ちょっとお見せしますんで見てください。はい、いつもここで番組を撮ってますが、どういった感じで撮ってるのかちょっと見せます。実はこんな風にここに、タブレットを置いて、そしてこのスタンドを置いて、こういう照明をつけて、ね、ここにカメラをつけて、こう撮ってるわけですね。ここにも照明を置いて、こんな感じです。こんな感じで撮ってます。はい、というこんな感じです。なんかね、そんなんやったんかいみたいな、あんまり中身はね、見ない方がいいんですよ。俺昔「笑っていいとも!」のアルタスタジオ、行ったことあるんですよ。あのアルタの中見た時、ちっちゃー思って、あれテレビ見てたらこっち大きいように見えるでしょ。ちっちゃいよ。あのテレビって不思議な、あの錯覚があって、大きく見えんのよ実際に。あれ、そうそうそう、見たら何これっていう感じよ本当に。タモリさんなんか、まあ、まあまあちっちゃいけど、まあ、そこそこ大きいに見える。実際に思ったらポケット入るぐらいの、これぐらいからね。そんなことないけど、うわタモさんやと思ってびっくりしましたけどね。まあまあそういうもんです。こっからこう大きなもんに発信していきたいなと思うわけなんですよ。まあああいう感じのね、ところでこうやって座り込んで何喋ろうかなとか、毎日ね、こういうことやろうかなとかね、考えてる時に、いざこう取り出すキューを出した時にね、なんかこう地上波でやってたラジオとかテレビとかのあの感覚を一瞬こう思い出すんですよ。あの時に瞬発にパンと、これもうできるだけまあカンパケというか、そのままこう流して、そのままを撮るという感じにしようかなと、いろいろこうプツプツ切ったりとかね、編集せんとやろうかなと思ってます。さあ今日はですね、まあまあ一人暮らしの方も、そしてまたあの夫婦カップルの方なんか、まあこのね、本当にホームステイ自粛で、本当にいつだったら緊急事態宣言が解けるんかと、まあ家の中でね、いろんなストレスもたまるだろうし、まあたまには旦那さん彼とかがね、料理したったりとか思うんで、俺もね、できない料理を、やりましたんで、今日は、こんなんやりました。見てください、どうぞ。それでは、卵焼きを、作ってみたいと思います。
ず何にも味せん。ごめんなさいね。いや、うん、もうちょっとうまくできるかなと思ったんやけど、あのでもフライパンの返しはね、あれフライパンと一緒に箸をこう卵をって一緒にこう返していくんですよ。スッスッスッと返していけますんで、ほんでバレンとかいうのがあったらね、あれをこう卵入れてギュッとしたらこううまい綺麗な形にこうなったりしますんでね。そやな、卵焼きって、俺はあのカンがパートに出て自分一人であんな作って食べたりとかしてたな。俺のおかんのね卵焼きはもう砂糖思いっきり入ってんのよ。いやでもあれがうまい時あるよね。妙に欲しい時あるよね。みんなは卵焼きってどういうのする？あのちょっとだし入れたりとかもしはる人もいてるよね。で大体1人前につき卵何個使うっていう話は、俺は2個使うね。それからまあそうやね、だしと醤油をちょっと混ぜてとかで、たまにこうね刻んだネギを入れてこう焼いてこう巻いたら、ちょっとまた雰囲気も変わって香ばしい感じの卵焼きになるけどね。弁当のおかずって絶対卵焼きやん。なぜやろ、卵焼きっていうかゆで卵もそうやけど、なんなんやろな、一番日本人好きなんちゃうかな、卵焼きって。あの矢沢永吉さんがガキの頃おばあちゃんに育てられた時貧乏やって、誕生日だけ唯一卵を2個分卵焼き作ってくれた、それがむちゃくちゃうまかったとか。俺もそうだから、どう、みんなは例えば明日死ぬとかなって最後に食べたいもん何って言ったら何？ああ、俺は石井のハンバーグやな。あの茶色いね、インスタントの石井のハンバーグ、あのお湯で温めるやつ、あれね子供の頃から好きやったわ。あれが一番食いたいな。人それぞれあるんじゃん、ベタにあの日清焼きそばとかね、もう妙に食いたいとか、あれが一番うまいわっていうのあるな。じゃあそれではネタ見てください、どうぞ。あーお腹痛い、やっぱり白ご飯とチャーハンは合わへんな。あ、公衆トイレやった。あれ赤ひげんや、え、誰か入ってんの？入ってないわ。え、なんで赤へんの？壊れてんのこれ。うわ、なんか書いてる。え、このクイズに答えて正解すればこの扉は開きます。なんのいたずらやね、腹立つ。ほんま赤へん。うわ、なんか書いてるわ、ほんまに。え、あなたの人生の中で一度も使わないであろう言葉を言え。俺の人生の中で一度も使わないであろう言葉、これ言わなあかんの？はい。てめえら束になってかかってきやがれ。違うんかい。俺の人生の中で一度も使わないであろう言葉。あ、はい。皆さんこんにちは。今日もコンサートの売り上げは恵まれない子供たちに寄付します。あかへん。なあ、これ正解ちゃうんかい。まあまあ確かにな、俺は寄付する人やわ。そんなん言うてる場合ちゃうわ。え、俺の人生の中で一度も使わないだろう言葉。あ、はい。できちゃったみたい。あ、正解や。あいだ、なんや、また扉ある。また赤いなんじゃ。そんでまたなんか書いてるわ。え、あなたの人生の中で子供の頃よく言ってたけど大人になって言わなくなった言葉を言え。子供の頃よく言ってたけど大人になって言わなくなった言葉。あ、はい。なんで犬こうたらあかんの。違うかい。絶対正解は思ったけどな。子供の頃よく使ってたけど大人になって使わない言葉。あ、はい。もう誰、僕のプリン食べたやつ。違うかい。まあ確かに今でも俺言うてるわ。子供の頃よく使ってた言葉で今は使わなくなった言葉。あ、はい。後でする。あ、正解だ。また扉あるやんけ。また赤いやないか。ほんま、また書いてるわ。なんか、あなたの人生でこれから使うかな、いや使
わないだろうなという言葉を言え。ねえそれ、俺の人生の中で使うかな、いや使わないだろうなという言葉。あ、はい、皆さんこちらの D ボタンを押してください。あ、正解かい、あ、正解やったんか。なんや、また扉開かへんねん。あれ、なんやねん、またなんか書いてる。あなたの人生のこれから一度は言ってみたい言葉を言え。俺の人生でこれから一度は言ってみたい言葉。あ、はい、あ、ディズニーランドな。まあ俺は行きたいんやけど、俺が行ったらパニックなるやん、ミッキーに悪いやん。うん、じゃんかね。え、俺の人生の中でこれから一度言ってみたい言葉。あ、はい、これは俺だけの力じゃない、みんなの力で成功したプロジェクトだ。あ、正解や。なんや、 IT の30代の社長の言葉みたいな。あ、やっと開いたわ。よいしょ。あれ、便座開かへんよ。なんでよ、またなんか書いてる。え、誰もやらないモノマネをやれ。なんやお前、急に変わったやねんな。誰もやらないモノマネ。おい、ホタルの墓の DVD を見ているヤクザのモノマネします。誰かドロップコータルや。あ、正解や。よし、あー漏れた。というわけで、さあくんね、コメントありがとうございます。本当にね、来年3月26日、みんなで集まれたらなと。今までの、まあ、青春ベジタブルのリスナーだった人、それとまた新規に、この番組を知って、なんか興味を湧いてくれた人、なんかいっぱい今ね、こんなコロナ自粛で本当になんかもう辛い時期が、もうこれがね、うん、収束して、来年3月26日にみんなでうわー言うて集まろうや、うん、もううわーってやろう。うん、また明日。